はい、ジーピットチャンネル始まりました。元女子のケントでーす。今日はですね、ツイッターでたくさん質問いただくんですね。その中で恋愛の質問をピックアップしてご返答していきまーす。どんとこーい、どんとこーい、どんとこーい。それでは質問いたします。素敵さんとはキスまでですか？最初かな、恥ずかしいんだけど最後まで。いやー素敵さんとはどちらで出会われたのですか？新宿2丁目です。最悪の恋人どんな人だった？最悪の恋人はいなかったですね。最悪の別れ方はありました。ネット恋愛は賛成反対？賛成です。ネットでもリアルでも出会うっていうこと自体が素晴らしくて、もうロマンチックって思うから、奇跡的って思ってるから、もう大賛成です。素敵さんの最も素敵なところを一つ挙げてください。ですね、まず頭蓋骨が小さいことと、笑顔が素敵なことと、器がでかい、あと優しいし、もう何よりも可愛い。女性の胸のタイプは？大きさや何かこだわりがあれば教えてください。特にこだわってはないんですけど、一番は感度ですね。大事なのは。頭蓋骨が小さい、年上以上に好みのタイプはありますか？笑顔と余白。理想的な出会い方ってありますか？初対面で目と目が合った時に恋に落ちたいですね。次はどういう結婚をしたいですか？結婚がゴールにならない結婚。情けは人のためにならずっていうことでですね、自己犠牲しない結婚をしたいです。傷つくの分かっててそれでも一緒にいたいってダメですか？僕は個人的にはダメだと思います。どうして傷つくのかとか、その理由によっても変わってくるんですけど、どうして傷ついてるか、どうしたら一緒にいれるかみたいなことを書き出して整理するといいんじゃないかなと思います。一途ですか？一途です、もちろん。別れを決意する瞬間ってどんな時？もう苦しくてダメだなと思って、これがおそらくずっと苦しいなって思う時ですね。付き合う相手には一番何を求めますか？自立とご機嫌。長く恋人と付き合うと性欲冷める派、変わらない派、増える派？いや、全然変わらないですね。恋愛と結婚の違いって何ですか？これはね、長くなっちゃうかもしれないんだけど、でも本質的なところを言うと、恋愛も結婚も変わらないと思っていて、二人の関係性は全く変わらないと思ってる。ん？すごい強調したね。だけどやっぱ何が違うかっていうと、もう法律ですよね、日本の制度。でもやっぱ国またいでも違う法律もあるし、本質的なところはそこじゃないなって、大事なところはそこじゃないなって思うんだけど、なんか僕個人としては結婚は紙切れ一枚って思ってるんだけど、それでお互いの将来の約束をするっていうことかな。復縁はあり？僕的にはなしです。でも一般的にはありだと思います。恋をすると頭がそのことでいっぱいになって集中できません。どうすればいいですか？もうすごい可愛い質問ですね。素敵。どうもしなくていいと思います。頭いっぱいになるぐらい恋してるっていうこと自体が素敵だから、そのままでいいと思います。気が合うタイプと気が合わないタイプってありますか？実際あるんだろうけど、あんまり気にしてない。だからどうするとかは考えてないですね。彼氏から1ヶ月 LINE の返事がないのですが、別れた方がいいですか？すごいかわいそうになっちゃうんだけど、なんで返事がないのかっていうのを聞いてみたらどうですかね。それから別れるかどうか決める。なんであんなに好きだったのに冷めちゃったんだろう。諸行無常。彼女とのルールは何かありますか？喧嘩までいかなくても、ちょっと感情的になりそうだなと思ったら一旦頭を冷やすために物理的に距離を置くことです。どんなタイプが好きですか？頭蓋骨が小さい人。告白する勇気を私にください。告白するっていう行為がね、あなたのこと好きですよって伝えることがもう本当に素晴らしくて素敵なことだから、自信持って頑張れ。たとえうまくいかなかったとしても、それをやること自体がすごく素敵なことだから頑張れ。好きな異性のタイプってコロコロ変わりますか？僕はブレないタイプですね。何を言っても無駄だと感じた時どうする？悲しいけど何もしない。どうして前の恋人のことを忘れられないの？どこ目線の質問なのかわからないんですけど、そもそも前の恋愛を忘れる必要ないと思ってます。いい思い出として取っておく。で、未練があるってことじゃなくて、いい経験として心にしまっておく。恋愛ってたくさんすべきですか？個人的な意見ではたくさんしたらいいと思います。恋愛経験っていうよりも、人間関係とか人生経験として経験するってことはいいことだと思います。
次はどういう恋愛をしたいですか？愛されてるって実感する恋愛がしたいです。今してるんですけど、脈なしだけどすごく好きな人をどうしても諦めきれないとき、ケントさんならどうしますか？まず脈なしかどうかってなんでわかるんだろうなっていうところと、もう本当に脈なしだとしたらもう絶対告白したら無理なわけじゃないですか。そうしたら僕だったら気持ちを切り替えていい原動力に変えます。恋愛感情として人を好きにならない自分に不安を感じています。恋多きケントさんはどんな時に恋愛感情が生まれますか？あ、僕も素敵だなとか可愛いなと思ったら恋愛感情生まれるタイプなんですけど、恋愛感情が生まれないからって別に不安にならなくていいと思います。恋愛することが人生の答えじゃないと思うんで。別れて正解な元恋人を完全に忘れる方法としてケントさんならどうしますか？僕だったら次の恋愛、好きだから目で追っちゃう、でもその気持ちがバレるのが恥ずかしくてなかなか喋れない、どうすればいいと思いますか？すごい可愛いですね。これね、これも長くなっちゃうかもしれないんだけどな、恥ずかしくてきちんと喋れなくなっちゃうとか、緊張しちゃってデートの時に手と足が右と左一緒に出ちゃうみたいな、そのぐらいになっちゃうともう恋は発展しなくてうまくいかないっていう方程式が僕の中にあるんで、だからその告白するときいつも気をつけてるのが、そうなる前に好きで好きで恋焦がれてみたいになる前にデートに行ったり、なる前に告白したりみたいな、なんか自分でうまくいかないって分かってるから、うん、そういう対策をしてます。頭の中は一日中ぐるぐる先生のことばかりで最近苦しさばかりです。ケントさんならばどうしますか？これって学校の先生のことなのかな、先生が誰だかちょっと分からないんで何とも言えないんですけど、学校の先生だとしたら年の差なのかな。で、僕は個人的に思うんだけど、年の差があろうが立場がどうだろうが肩書きとかあんまり関係なくて、好きだなと思ったら伝えたいんだったら伝えていいと思います。もしかしたら卒業まで待ってるねってなるかもしれないし、わかんないですよね。ケントさんはどういう恋愛が向いてますか？僕はね、追う恋愛が向いてるなって思うんですけど、やっぱり追われる恋愛の方が苦しくないなとは思います。まあ両思いが一番いいですよね。好きな人と一緒にいるために我慢って必要ですか？我慢と捉えるかですよね。捉え方で変わってくると思うけど、やっぱり他人と一緒に住むっていうのは何かしらストレスがあったり、絶対に価値観が違うとこがあるから我慢しなきゃいけない場面って出てくると思うんだけど、それがすごい苦しくなっちゃったり、不当な扱い受けてたりとかね、なんかそういうことになっちゃうとちょっと話は違うから、自分が苦しくない範囲で我慢は必要だと思います。整骨院の先生が気になるんですけど、担当してもらったことがなく、僕が行った時は他のお客さんの施術をされていて声をかけるタイミングがなかなかありません。ケントさんならどうアプローチしますか？僕だったら指名する。でも指名制度あるのかな。同性の彼女と付き合い中、彼女の親に反対されて別れないといけないです。私は性転換を望んでいなく胸だけ取りたい、しかし相手の親は結婚したいなら戸籍性別を変更するべきだと言います。認めてもらうためにはどういうような話をするべきですか？これ最新のお悩み感があるんですけどね、性別変えられるのが当たり前になってきた、そんな時代だからこその、いや自分の娘と結婚するんだったら性別変えて男になってから出直してこいみたいな、なかなかね今まで聞かなかった話なんですけど、でもそこは自分が性別変えたいかどうかと好きだっていう気持ちは別で考えなきゃいけないんで、自分が性別を変えたくなかったらやっぱり変えないべきだと思います。で、理解してくれないっていうのはその親御さんの知識量の問題だったり価値観の問題だから、そこを理解してもらうって本当に難しいんですけど、ちゃんとこう好きになる性とあと自分の性自認っていうのが別のもんなんだよっていうのをしっかり説明した上で、その上でまあコミュニケーション取らないと、まずは知識を同じレベルに共有するっていう最初の段階が必要かなと思います。質問は以上になります。はい、皆さんツイッターの質問箱の質問ありがとうございます。質問箱ね、いろんな質問募集してるんですけど、本当に恋愛質問非常に多いんですよ。で、これはこれが正しいとか、そういういいとか悪いとかの話じゃなくて、あくまでも僕個人の意見のご返答になるんですけど、僕バツ2なんですよね。だからバツ2の僕に恋愛質問していいのかなって思うんですけど、あくまでも個人的な意見を配信してます。で、概要欄にもツイッター貼り付けておきますので、質問箱随時募集してますので、お気軽に質問ください。バツ2のケントでした。